公益財団法人、安藤スポーツ、食文化振興財団は、青少年に対するスポーツの指導及び、普及、奨学金事業、検証事業を実施している、公益法人、日清食品株式会社出資によって設立された、本部は大阪府池田市にある、元文部科学省所管、安藤桃福は、即席インスタントラーメンである、チキンラーメンや、 カップラーメン、カップヌードルを日本で初めて開発し、食文化の革命児と言われた。その安藤が、少年少女たちの非行などが大きく、問題になっていることに心を痛め、子供たちの健全な心身の育成のためには、スポーツによって溢れるエネルギーを発散させるべきである、と考え、自らの資材を投じて、日清食品と共同でこの財団を設立。安藤は、 スポーツと食事は健康を支える料理員である。おもっとうとしており、スポーツと食育を通じて健全な子供たちの育成を応援してきた。このため、財団のロゴマークは日清食品の CI の日清の文字を安藤に置き換えたものを使っている。いわゆる公益法人改革により、2012年4月1日付をもって公益財団法人化された。食草会は、 安藤スポーツ、食文化振興財団の社内部会。食創会は、日清食品、安藤財団創始者の安藤桃福が、自らのテーマの一つ、食を作り、世のため、人のために尽くすを意味する、食始めため世の実現を目指し、21世紀に予想される、食料危機を救うには、独創性あふれる加工食品を開発、企画することを求めて、 1996年に設立した。同会では、これら独創性のある食品加工の開発、研究に尽力した研究者、開発者や食品ベンチャービジネスを立ち上げた企業家の育成を応援し、それら優秀な人材を安藤桃福賞として表彰している。安藤桃福記念自然体験活動指導者、養成センターは日清食品とその関連会社である。 安藤スポーツ食文化振興財団が2010年長野県小室市に設立した野外活動施設である。日清食品名誉会長で創業者の安藤桃福氏はスポーツと食文化は健康を支える料理員である。ことをもっと落とし、1983年日清食品出資による財団法人安藤スポーツ食文化振興財団を立ち上げ、 これからを担う少年少女たちの健全な育成、特に自然と触れ合うことが子供たちの想像力をより豊かにすることを考え、毎年夏休みを中心に全国の少年を募った野外活動学習会トム・ソーヤースクールを開催し、地域、国籍、年齢を問わず多くの子供たちの友情と想像力を育むことに取り組んだ。その 安藤の生後100周年記念の一環として、野外活動の指導者の育成と啓蒙、並びに、それらの指導カリキュラムの研究などを目的とした、日本国発のレクリエーション研究、養成施設として、本センターが設立された。ありがとうございます。